皆さんこんばんは、トトです。世の中いろいろあったりなかったり、しますが、皆さん変わらず元気に生活してますか。こちらはこちらで、開店休業状態引き続き継続中ですが、今日はですね、夕方に今ダゾンのリライブっていう過去の試合をもう一回こうコメントつけてで配信するという、企画が始まったんですけど、そちらでだいぶ久々ですね。僕がその解説をしたのがもう1ヶ月ぐらい経つんですかね。で、2016-17 シーズンの、パリ・サンジェルマン対バルセロナ、ファーストレグパリ 4-0、 セカンドレグバルセロナ、奇跡の6対1の大逆転っていう、皆さんまだ記憶に新しいかもしれませんが、こちらのセカンドレグですね、ファーストレグじゃなくてセカンドレグの方の、リライブの収録を、今日してきました。結果は知ってますので、リアルタイムでね、見た時のようなこう興奮というか、驚きは無理に出しても変なんで出さなかったですし、確かあの時高橋さん、水沼高橋さんが、スカパーの方で中継解説を担当してたと思うんですけど、結構話題になるぐらい高橋さんが絶叫するっていう、そんな結末になりましたんで、同じことはできませんし、なんか変にこう嘘っぽくやるのはおかしいなと思いましたんで、ただ改めて試合を見たら、こんな場面あった、こんな場面あったって、いろいろナチュラルに反応できる部分もありましたし、改めてこうちょっと冷静な目で見てるからこそお話ができることもあったので、そんな形で、やってきました。まだ配信されるのはだいぶ先らしいんですけど、4月中だと思うんですけど、まだ近くなったら、告知というか皆さんには、お伝えさせてもらいますね。なかなか今は、リアルタイムでフットボールがサッカーが行われてないので、やっぱりサッカーと共に生きてきた、フットボールと共に生きてきた、自分も含めて皆さんはどこかこう物足りない、ちょっと悶々としたりストレス発散できないみたいな日々が続いていると思うんですけども、ダゾンはダゾンでいろいろ企画を練って、配信してくれてますし、他のところでもダゾンだけじゃなくて、YouTube とかダゾンの YouTube とかにも過去の試合も出したりしますから、あとはウェファ TV とか簡単に登録できて、で過去の大きな試合とか見られるのを知ってますかね。そういうところでも楽しむことはできると思うんで、ただまず今は残念ながら今広がっているものをできるだけみんなの力で協力して、小さく収束に向かわせなきゃいけないフェーズだと思うんで、皆さんも頑張ってください。僕も無職まっしぐらで頑張ってますので、ただ自分の場合は本当に家族との時間が逆にできたぐらいの無理やりなポジティブな感じで、生活して家族との時間を大切にするようにしております。あとはですね、僕今まで YouTube のライブ配信っていうものをやったことがないんですけども、明日の、夜の8時から小沢一郎君と一緒にやってみることにしました。で、そこでどんな話をするかはその場で皆さんにお伝えしようと思いますけども、明日の夜8時から、YouTube のライブ配信をやることになりましたんで、ご興味のある方はぜひ、見てみてください。いつもいろいろ動画を出させてもらって、自分なりにテーマを持って、試合の振り返りが結構多いですけど、情報提供というか皆さんにこうお伝えさせてもらっている、語りかけさせてもらってますけども、ライブ配信の場合は双方の情報交換でコミュニケーションも取れる可能性があるというか、取れるものだったりすると思いますので、ちょっとこう今までやってなかったことなんですが、やってみようかなと、そこでちょっと皆さんに紹介したい話もあるので、明日の夜8時からやりますので、ぜひ、見てみてください。ちょろっと覗いてみてください。あとは僕も時間だけはたくさんあるというか、世の中がこれから例えばテレワークっていうんですか、リモートワークの方に、
まあ、少しずつおそらくはシフトしていく流れになるんでしょうけど、まあ、例えばズームみたいな、ね、ものがあったとして、まあ、自分も学生とズームでミーティングしたり、野沢君ともズームで話したり、今日はですね、この後僕の中学からの、まあ、同級生、親友がもう長くウィーンの方でオペラ歌手として立派に活躍してるんですけども、ちょっとウィーンの方でもう今の状況とか、まあ、せっかくズームっていうものもあるので、まあ、顔も見ながら、会話ができるので久々ちょっと話をしてみようかなとか、まあ、そんなことを考えていたりもします。まあ、できるだけ早く、ね、サッカーが戻ってくる、以前のような日常をどうしても、まあ、自分も含めて求めると思いますが、まあ、簡単なことじゃないかもしれませんし、以前とは変わった形の世の中になる可能性もありますけども、まあ、いずれにせよ今できることを自分も皆さんも一生懸命やることだけだと思いますので、不安もあると思いますが、まあ、いろんな形でサッカーに触れること、フットボールに触れることはできると思いますので、まあ、自分が今日収録した、ダゾンのリライブもその一つにはなるかもしれませんし、まあ、そんな中で皆さんのストレスが少しでも軽減される形になれば良いなと、願っています。本当はもうちょっとね、たくさん提供というか皆さんにお届けできればいいんですけども、まあ、そちらに関しては今ダゾンの企画ですので、まあ、あくまで依頼を受けたものとして今日、一生懸命やってきました。また、そちらのリライブの配信が決まった時には、お伝えさせていただきます。で、明日は夜の8時からライブ配信やってみますので、まあ、軽い気持ちで、足を運んでもらえたらなと思って、この動画を、撮りました。そしてこれで終わろうと思います。自分にとっては非常に短い動画だと思いますが、最後まで見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、またとりあえず明日お会いできるのを楽しみにしています。